じゃあ次のですね、出演者の方を紹介させていただきます。実に何年ぶりでしょうかね、本当にこのコロナが、始まる前にですね、こちらの方で演奏をしていただきまして、まただいぶ長いことこう どちらかに行かれておりました。フライボーという名前ですね、本当にか。秋田さんと言いますかね、フライボーの都市という、リングネームですね、ステージネームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
と申します。最初ですね、義人の詩人という歌と、そて絶叫とですね、いう歌をちょっと書きましたけど、全部腕に何が今日は来たというので、よろしくお願いします。息が。年だね。ですね、今日のお母さん方が見えてますけど、私の母も、85歳ですかね、でもだけど、ちょっと近頃認知症が入りまして、先日、秘訣の方にですね、ついにも帰ってしまいました。もう面会もですね、なかなかできないという状況で、私が田舎を就職の時に出る時に作ったんじゃないんですけど、その前に作ったんですよ。その時の心境ですね、まあ将来こういう心境に陥るであろうという海峡という歌を歌います。
廃墟というかですね、あの駅のホームというのは国分駅です。国分駅でですね、あの就職するときに見送ってもらったんですよ。やっぱりあの母ちゃんがビビ泣いて、ビビ泣いて、私もあのこう涙を見たらいいようにですね。やっぱり泣きね、あの時のことを思い出すとやっぱりこう涙が出ます。早く元気になってほしいんですけど、どうでしょうね、もうね、認知症はなかなか。大丈夫ですか？認知症予備軍は大丈夫ですね、はい、やっぱりお湯は足から来るということなので、はい、ちゃんといつも観光地にしていただいて足腰を鍛えてですね、いつまでも100歳まで生きるように頑張ってください。はい、それでは ロシアのバカ野郎がですね、なぜ猫ロシア人はロシアのあのね、本当何を考えたか知らないけどね、あの戦争を始めまして非常にその煽りを食って、皆さんも私もみんなあの日本中、世界中の人がちょっと迷惑を被ってますけど、そういうですね、ちょっとこの混沌とした雰囲気をですね、ちょっと吹き飛ばすような歌を歌います。ライライライ、灰色の壁閉ざされた
と、きついですね、やっぱりね。広島の津田で62になります。はい、還暦になりますけど、あの、師匠先輩方ですね、有川さんとか、いっぱいですね、あの先輩方が見えてます。まだですね。まだ頑張らないな。はい。では、時間を経つと早いので、時間を経つ、一応用意したのはまだあるんですけども、時間が、私、岐阜町というところで生まれまして、あの、田んぼをですね、親父が、89歳の親父が田んぼを作ってます。で、私も出題をですね、やるんですけど、まあ、その田んぼのですね、歌を、田の関沢のですね、歌がありますので、田の関沢の歌で締めたいと思います。どうもありがとうございました。